明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋館、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発はエースの小川、対するカープの先発は左の床田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。スワローズピッチャー交代です。小川降板、マウンド上は中澤、今日2人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球、高速スライダー、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは2番菊池、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第1球、投げた、初球はストライク。第2球、投げました、打った、引っ張った、これは左に切れていきます。投球はこれから3球目、見送ってボール。投げました、ストレート、空振り三振、2者連続三振。バッターは3番鈴木、今日4度目のバッターボックス。第1球、投げました、初球決まってストライク、まずは入れてきました。投げました、打った、ショートの頭上フラフラっと上がっている、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。中澤3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって3対0、カープこの回の攻撃は0で終わっています。さあ、いよいよ最終回、トップバッターは上本、投げました、アウトコース低めいっぱいストライク。第2球、投げた、外角低めいっぱいストライク、これで追い込みました。投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番長野。第1球、アウトコース低めいっぱいストライク、まずは決めてきました、打った、ピッチャー返し、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番相澤、今日はここまで3打数1安打1三振。初球に送ってストライク。さあ、次の投球、ボール。第3球、3球目ストライク、ワンボール2ストライク、追い込んでいます。見逃し三振、最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって3対0、カープ現在3点をリードしています。悔しい敗戦です。さて、今日のヒーローは勝利投手の床田、本当に今日は大活躍でした。